はい、守り神の独り言です。いやー、気持ちいいですね。今日はこんな清々しい週末あるんですかね。いやー、本当にまあ今日の試合勝って本当に嬉しいです。もう皆さんね、試合終わってまあすごいね、気持ちいいんじゃないですかね。まあ僕は本当に気持ちいいっていう言葉がこんなに多分しっくりくる週末ないんじゃないかなっていうぐらい、いや本当に今日の勝ちは気持ちかったですね。たまんないですね。いや、ちょっとレビュー、こんなにウキウキしたレビュー、ちょっとレビュー動画始めてから初めてぐらいかもしれないですけど、ちょっとやっていきましょうか。じゃあね、今日のレビュー動画やっていきましょう。今日はですね、4月20日 J1 第9節の、VS 浦和レッズアウェー埼玉スタジアム2002での、16時キックオフの試合ということで、敵地ね、アウェーでの、まあ、今シーズンアウェーまだ勝ちなかったので、ね、アウェーでの勝利というところで、ガンバ戦いましたけれども、結果ですね、1対0、ガンバ勝利ということで、もう素晴らしいですね、連勝。いやー、ほんと素晴らしいです。いやー、この勝利本当に嬉しいですね。じゃあちょっとこの試合のレビューをやっていきましょう。スタメンの方から見ていきましょう。ゴールキーパー一森、開幕からずっともうスターティングメンバーいいですね。そしてディフェンスライン変わらずですね。右から福岡、三浦玄太、中谷慎之介、黒川、中盤2枚がですね、ここは変更してくるかなと思ったんですけど、変更なしのダワン鈴木のダブルボランチでした。そして右に、今日は遠山、そして左にウェルトン、そして、トップ下に宇佐美、そしてワントップに坂本でしたね。これはね、実際のフォーメーション表ともちょっと若干変わっていて、まあ、実際試合始まってみると、まあ、宇佐美がトップ下のような役割で、坂本がワントップでちょっと前残りみたいな形になっておりました。はい、そしてサブの方ですね。サブの方が、ゴールキーパー超王林、そしてディフェンスが中野帰ってきましたね。体調不良だったみたいなんですけども、中野が戻ってきました。そして中盤に倉田、岸本、そして三藤林。三藤林もね、引き続きベンチメンバーに入っておりました。そしてフォワードに初めての、メンバー入り山下、そしてイッサムジェバリとなっておりました。まあ山下がね、初めて公式戦頑張るね、ちょっと怪我がずっと長引いてたんですけれども、メンバー入りということでね、本当にこのスピードスターどれだけここで戻ってきたというのは非常に大きいところかなと。ディフェンスもね、中野が、まあ、コンディション不良で前回の試合が外れたんですけども、戻ってきたというところになっております。浦和の方ですね。浦和の方のメンバーなんですけれども、ゴールキーパーが西川、そして右から石原、ショルツ、あ、ショルツ戻ってきましたね。ショルツ、ホイブラーテン、渡辺龍馬になっておりました。そして中盤が、伊藤、グスタフソン、大久保で、まあどちらかというとグスタフソンがアンカーで、伊藤敦樹、そして大久保がインサイドハーフというポジションでしたね。前のフォワードが左に中島翔也、右に前田、そしてワントップにチアゴサンタナと。なっておりましたね。まあ結構強烈な、まあ、ドリブラータイプが多いですね。うん、そういう裏は特徴的なところかなというふうに思います。まあ、佐藤陽太がねスタメンで来るかなと思ったんですけども、ショルツが戻ってきたというところもあって、佐藤陽太はね残念ながらサブでの出場となりました。まあ、試合の方はね本当前半ずっとどちらかというとボールを握っていたのは浦和で、まあ、ガンバはね、どちらかというとカウンターから、ウェルトンだったりとか、遠山だったりとか、ウイングの選手のこうね突破力だったりとかを使って、少ないチャンスをものにしていくという、スタイルだったかなというふうに思いますね。浦和はどちらかというとボールを持って、まあ、グスタフソンとかね、ホイブラーテン、ショルツっていうところはねかなりこうボールテクニックもある、前にパスのね出して隣れる選手なので、まあ、この3人がもううまくボールをつなぎながら、まあ、後ろでポゼッションしながらこう前進していくという感じで、で右サイドバックのね石原だったりとか渡辺龍馬がこうね攻撃陣とか、インサイドハーフと絡みながら攻撃していくっていうところだったと思うんですけれども、まあそこにね、個人的なこう、ドリブル能力の高い前田だったりとか、中島翔也だったりとか、前で体張るチアゴサンタナがこう絡んで攻撃していくって感じだったんですけれども、まあ、ガンバに関しては、ここはね、かなりこの、ホイブラーテン、ショルツ、グスタフソンっていうところの、この後ろでボール持てるこの3人のところに関しては、比較的プレッシャーはそんなにいかなかったっていうところは、印象としては。まあ、守るときはね、4-4-2 の形になるんですけれども、その前の宇佐美と、坂本伊佐に関しても、このホイブラーテン、ショルツに関しては、あまりこう、ハイプレスっていうのは、行かずに、まあ、グスタフソンに入った時に、まあ、ゆっくりこうね、中を締めていくという感じで、で、グスタフソンからこう前にね、大久保だったりとか、中島翔也だったりとか、伊藤敦樹みたいなところにボールが入った時に、ぐっとね、プレッシャーをかけていくっていうのが結構印象的だったかなというふうに思いますね。で、まあ、そこで、奪ってもあんまりこう、サイドバックが前に出ていくこともそんなになかったですし、まあ、ウェルトンだったりとか、遠山に早い段階でね、ボールを出してしまって、
まあ、短期での仕掛けみたいなところに割と戦術としては取っていったのかなというところで、後ろのその黒川とかはほとんど上がりなかったですし、うん、右サイドね福岡とかもほとんど上がってなかったですし、まあ、ボランチ2枚も前半に関してはほぼ上がってなかったかなという印象でしたね。でまあトップのところで言うと、まあ宇佐美が今までだったらねワントップ宇佐美でトップ下に坂本っていう形だったんですけど、この試合に関しては宇佐美をまあトップ下気味に使っていて、まあ、ホイブラーテンショルツとはちょっとバッティングしないというか競り合わない場所に行って、逆にグスタフソンだったりとか、インサイドハーフのところまでこう宇佐美がね下がって、パスをもらいに行くとか、中盤を助けに行くみたいな動きが割と目立ったかなというふうに思っていて、で坂本はどちらかというとこうホイブラーテンショルツのところのちょっと手前でボールを受ける役割みたいな感じになっていたのかなというふうに思います。はい。でガンバのチャンスはまあ前半だとそうですね、宇佐美の、シュートとあとウェルトンの単独突破からのシュートみたいなところなんですけども、やっぱりまあどちらかというとね、こうこぼれ球を拾ってみたいなとか、ロングボールの競り合いこぼれたところみたいなところで、単発的な攻撃にどちらかというと、ガンバの方はなっていたかなというふうに思いますね。で、後半も開始から結構浦和がぐっとね、圧力強めていって、ボールを握っていくんですけども、ガンバに関してはまあ中を固めてね、どちらかというとこう崩されぬようにしていたんですけども、まあ危ないシーン何度かありましたよね。で後半の危ないシーンで言うと、やはりこう右サイドのところですよね。福岡のところの、サイドを開けてしまって、そこをね渡辺龍馬に、シュート打たれたりとか、渡辺龍馬にクロス入れられて伊藤敦樹にねヘディングでポストに当たったシーンとかは決定機を迎えてしまったかなというところですね。はい。まあ、そこが結構大きな、決定機としては浦和があったかなというふうに思いますね。で、その中でね、ガンバの方が先にカードを切ってきたのが、右サイド、遠山に代わって、58分にですね、岸本投入してきました。まあ、同じね、右サイド同士の交代だったんですけれども、まあ、遠山が対面するのがこの渡辺龍馬っていうところがあって、まあ、渡辺龍馬に対して遠山結構ね、仕掛けていってたところがあって、まあ、浦和のディフェンスラインで言うと、まあ、ショルツ、ホイブラってなかなか破れないなっていうところもありますし、まあ、石原のところに関しても、まあ、ウェルトン何度か仕掛けてるシーンはあったものの、まあ、どちらかというとうまくね、石原に守られてる印象があったので、穴があるとしたら、まあ、明らかにこの渡辺龍馬のところはね、まあ、本職じゃないですし、まあ、ディフェンスもそんなにうまくない選手だったので、まあ、明らかここ狙っていった方がいいだろうなっていうところは、まあ、前半から見ていても分かったところだったので、まあ、そこに対して、まあ、遠山が結構仕掛けていったんですけども、まあ、前半、それで終わって、後半ね、ちょっと遠山が、若干疲れてきたかなっていうところで、またね、フレッシュな岸本を入れてきて、まあ、さらにね、このサイドの圧力を強めていったというところが印象的だったかなと。まあ、先にね、またこれ動いたのが、72分に中野慎也投入ということで、これは福岡に代わって中野慎也投入して、まあ、ここはね、結構大きなところで、まあ、ディフェンスラインを動かしてきたというところで、岸本をディフェンス、右サイドバックに下げて、ウェルトンを右に回して、中野慎也を左サイドハーフに入れてきたという、まあ、結構大きくサイドの陣線を変えてきたっていうのがありまして、まあ、岸本のサイドっていうところで、まあ、岸本がやっぱこう右サイドもできる選手っていうので、右サイドバックに入れてきた。で、中野は左のサイドハーフに入れてきて、で、ウェルトンを右に回して、渡辺龍馬に対してウェルトンを当ててきたっていうところは結構大きな、戦術変更だったかなというふうに思います。で、その変更を72分にしたところで、まあ、相手の方もね、その後で変えてきたんですけれども、まあ、ショルツ、いい守備見せたショルツに変えて、佐藤陽太を入れてきたりとか、中盤の構成も変えてきて、小泉出してきたりとかっていうところもあったので、まあ、そこでね、うまく相手、まずね、浦和の方でちょっとカウンターがあって、松尾が抜け出してきたんですけども、その松尾のね、抜け出しに対して、三浦玄太が非常にいい、こう、対応をしてですね、相手の攻撃を遅らして、まあ、松尾もね、こう下げるしかなくなってしまって、バックパスして、グスタフソンがボールを持って、グスタフソンがね、その中の伊藤敦樹に対して横パス入れたところで、まあ、中野慎也がそこをカットしてですね、伊藤敦樹からボールをカットして、持ち上がって、右のウェルトンに展開していって、ウェルトンがですね、広大なスペース、ホイブラテンの前のところをついていって、相手をね、かなりこう下げさせた状態で、ポケットのところに侵入していって、折り返しを坂本伊佐が決めるというね、素晴らしい、本当に、まあ、あそこを本当に狙ってたところだと思うんですけども、まあ、狙い通りのカウンターから、ワンチャンスで坂本伊佐がゴールを決めたっていうのが78分にありましたね。ゴール奪ってからはですね、かなりこう、守備の方に、まあ、ガンバももう、守ってカウンターというところに、重きを置いてきて、まあ、ウェルトンが何度かチャンス作ったりして、まあ、あったんですけども、その後もですね、チャンスあって、
で、ただね、ちょっと強度も守りきるっていうところに、シフトしていくにあたって、坂本に変えて88分にクラッタ投入。で、そのウェルトンに変えて、初出場の山下亮投入ということで、まあもうここはね、守って、そしてカウンターで、山下とか、その辺のね、前の選手を使っていくっていう、スピードの選手を使っていくっていうのが、まあ分かりやすい交代だったかなと。で、もう今期のガンバに関してはこうね、守りきるってなった時にしっかり守りきれる、守備の強度が戻ってきてるので、まあそこで、しっかり最終ね、タイムアップまで守りきって、試合終了ということで、浦和レッズに対しては本当に久しぶりに、勝利ということで、2022年ですかね、の第2節以来の、浦和に対しての勝利ということで、約2年ぶりの、勝利となりました。選手評価の方をちょっと見ていきましょう。まずゴールキーパー、一森ですね。まあ、渡辺龍馬のミドルシュートを片手で止めたシュートストップはもう本当に見事だったんじゃないかなというふうに思いますね。うん。で、あと、今日に関しては、まあ、ビルドアップのところですよね。まあ、皆さん見てる方も分かったと思うんですけれども、まあ、浦和がね、ちょっと前からあんまりプレスに来ないっていうところだったりとか、まあ、フォーメーション的に 4-1-2-3 だったので、インサイドハーフ2人がちょっと割とこう、ワイドに開くっていうところもあって、ボランチのところにプレスが結構開くんですよね。チアゴ・サンタナがこう、緩い感じでプレス行くんですけど、まあ、チアゴ・サンタナ1人は全然かわせるので、まあ、そこでね、センターバック2人とゴールキーパーの3人でチアゴ・サンタナを、まあ、軽くいなして、で、中盤の鈴木徳馬とかダワンっていうのがね、ほんと結構空いてたので、まあ、そこに対して一森とかがね、ボールを入れますし、そこに、もしくはそこにプレッシャーがかかったら一個飛ばしてね、トップ下の選手とかに一森がね、フィードをこうガンガン決めてたので、まあ、なんか一森からウィングに対してのボールっていうのは今日はあまり見れなかったんですけども、真ん中のボランチだったりとか、トップ下の選手だったりとかには一森からガンガンパス通してたので、そこはね、かなり今日一森のフィードっていうのは良かったんじゃないかなと。いうふうに思いますね。はい。まあ、それでもやっぱり渡辺龍馬のあのシュートを防いだ、片手で防いだシーンは、まあ、ビッグセーブだったかなというふうに思いますね。はい。で、右サイドバック、福岡ショットですね。今日もまあ、右サイドバックで引き続き先発出場ということで、まあ、後半のところの危なかったシーンで、その相手のね、どうしても動きとか、インサイドハーフの動きにつられて、まあ、どうしてももともとセンターバックの選手なんで、ちょっとね、中に絞りがちなポジショニングの癖があって、まあ、そこをちょっと相手に狙われて、まあ、サイドを崩されたりとか、左サイドを開けてしまう、相手の左サイドを開けてしまうっていうシーンが、まあ、何度かちょっと福岡に関しては見られたかなというふうには思いますね。まあ、本職ではないっていうところで、とはいえ、ちょっと今日のガンバの中では、この福岡の右サイドのポジショニングっていうのは、ちょっと危ういポイントになっていたかなというふうには思いますね。はい。センターバック続いて三浦ですね。まあ、前半ちょっと浦和が前からプレスかけてきたりとか、インサイドハーフの選手とかが結構プレス来てたんで、まあ、ちょっと手を焼いてしまって、ビルドアップの時のターゲットにされてしまって、ね、あわやこう中島翔也のところで、ビルドアップかけ、引っ掛けてしまって、ちょっとゴールされてしまうかなっていうシーンもあったんですけども、まあ、後半はね、ちゃんと持ち直して、まあ、はまりそうな時とかはね、まあ、前線こうフィードとか入れながらですね、まあ、うまくビルドアップはしていたかなというふうには、三浦玄太のところは思いますね。で、先ほど言ったその後半の得点シーンにつながった、松尾が抜け出した時の対応ですよね。1対1の対応っていうのが、まあ、あれは三浦玄太見事な対応だったんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、あの辺はちょっとね、中谷慎之介の1対1の対応とかも結構ね、参考にしながらというか、一緒にこう高めていけてるなっていうところは見えたシーンでしたね。そして、もう一人ディフェンス、中谷慎之介ですね。まあ、もう中谷に関してはもう本当言うことがなくて、まあ、チアゴ・サンタナへの対応っていうのもうまかったですし、あとね、こう、押し込まれた展開とかになった時に、まあ、真ん中をこう破らせないようなこう安定した守備力っていうのも、今日もやっぱり見られましたし、非常にね、質が高いなっていうところは思いましたね。で、当たり前のようにフル出場とクリーンシートとっていうところでね、まあ、この当たり前のレベルが高い選手がやっぱ一人入ってくるとすごいなというふうに思いますね。そして左サイドバック黒川ですね。まあ、今日もやっぱ、ね、まあ、前田がいたので、ちょっと攻撃に関しては自重気味かなというふうには思います。で、後半に関してはね、相手がこの黒川とウェルトンの間みたいなところに起点を作ってきたので、ちょっとそこでね、守備に関しても裏を取られないようにこう我慢我慢の守備ってなりましたけれども、やっぱりそのね、裏のケアっていうのを最優先事項にしてたので、まあそこをしっかりやらせなかったっていうところが、まあ、黒川に関しては守備に関してはもうパーフェクトだったんじゃないかなというふうに思いますね。そして、ミッドフィルダー、
ボランチですね。まずダワン。僕ダワン今日は影の MVP、マンオブザマッチを上げれる選手じゃないかなというふうに思いますね。まあちょっと影にはなっちゃうんですけれども、まあ本当に隠れた黒子役として、まあいい動きをしていたんじゃないかなというふうに思います。浦和のあのインサイドハーフはかなりこう流動的な動きを見せますし、まあ対応に関してはかなり大変だったと思うんですけども、まあその玉際の守備のやっぱストロングポイント非常に強かったですし、まあ中盤の守備のところでひたすらねこうバイタルエリアを開けないようにこうねうまくカバーリングもしていましたし、まあサボらないですよねこの選手は、非常に良かったと思います。まあ、黒子役でね目立ちはしないんですけども、ダワンのポジショニング効いていたなっていうシーンは非常に多かったですね。そして、もう一人中盤、鈴木徳馬ですね。まあ、後半一回ちょっと伊藤敦樹にボール奪われてピンチ招いたシーンありましたけども、まあ、それ以外では非常に安定したボール、パフォーマンスだったんじゃないかな、というふうに思いますし、浦和のプレスもそんなにきつくなかったので、まあ、あんまりそこは苦にならなかったかな、というふうには思いますね。で、守備陣もやっぱこう、ダワンとの連携非常にいいので、こう、うまくね、インサイドアウトの動きを連動しながらついていってたんじゃないかな、というふうに思います。まあ、このダワンとのダブルボランチはかなり鈴木徳馬にとってはやりやすい。いい選手なんじゃ、いい、こう、補完性を持ったコンビなんじゃないかなというふうに思いますね。そして右サイドハーフ、遠山ですね。まあ前半からですね、やっぱこう、スターティングメンバーで選ばれて遠山、引き続きいい動きを、やっぱウイングとしてし続けていて、特にこの渡辺龍馬の守備のところに関しては、狙いどころだと思ったので、そこはね、かなりこう、仕掛け続けていて、終盤戦やっぱ渡辺龍馬の運動量が下がったりとか、守備の穴が見えてきたっていうのも、まあ遠山がね、こう、仕掛けたシーンっていうのは非常に生きてきたところじゃないかなというふうに思いますね。まあ後半一本ね、裏のシーンで、こう、渡辺龍馬の裏のシーン取ったシーンがあってゴールキーパーと1対1で抜け出したところあったんですけど、あそこはちょっとね、先に触ってたんでね決めてほしかったかなというふうに思いますね。まああれ決まっててもハンドだったかもしれないですけどね。まあそれでもチャンスだったかなと思います。遠山に関しては右サイドである程度こう使える目処が立ってきたんでいいんですけれども、やっぱり右サイドね岸本も今日良かったですし、まあ今ちょっとねコンディション的にも序列的にも下がっている、メシノだったりとか、あとまあ復活してきたこの今日出場あった山下とか、まあ、ウェルトも右に回ることもありますので、チーム内でのね競争も結構激しいんで、まあ、遠山に関してはですね早くこの、まあ、遠山に関してはねこの早く、結果という、まあ、ゴールとかアシストとかそういったちょっと見えるところでのね結果も欲しいところかなというふうには思いますね。はい、そして左サイドウェルトンですね。まあ左サイドでスタートしたんですけれども、前半はね積極的にシュートも打ったんですけれども、まあやっぱ決定力っていうところはね、ウェルトンはまあいつも見てて思うんですけども、なかなかちょっと、シュートはそんなにうまくはないかなという感じですね。で結構ね左サイドのところで言うと、まあ、石原も上手だったし、あとショルツもこうカバーリングが上手いので、かなりそこの、石原とショルツのところで守備は苦しめられたかなというふうに思いますね。で後半やっぱこのうまくね相手が疲れてきたタイミングだったりとか、ホイブラーテンもね疲れ見えてとか、渡辺龍馬の守備のちょっと穴が見えたところで、右サイドに回ってちょっと息を吹き返してきたかなというところですね。でそこでカウンターから見事チャンスを作って、坂本のゴールをアシストということでね、これはやっぱ大きな仕事をウェルトンはしたんじゃないかなというふうに思います。はい、そして続いて宇佐美ですね。まあワントップ予想だったんですけども、まあ坂本とポジションを若干入れ替えてトップ下気味でプレーしたかなと。まあマリノス戦とかね、突戦に比べるとチャンスクリエイトの場面は宇佐美に関しては今日は少なかったんですけれども、まあ守備の時のこのファーストディフェンスとして結構チームの勝利に貢献もしたし、まあ最後勝ってからのね、ガンバックラップ前のあの喜びを表現してるあの感情むき出しの宇佐美を見ると。まあ本当にね、本物のキャプテンに、宇佐美としてはこの2シーズンでなったんじゃないかなと思える試合だったかなと思いますね。まあ本当に多分浦和戦勝ちたかったんだろうなと思います。はい、そして最後ワントップ、坂本伊佐ですね。まあ今日はワントップ気味の起用ということで、前半からね、ちょっと動きは若干重たいかなとか、まあ浦和のディフェンスのね、まあ、センターバック2人がやっぱりスペシャルな2人なので、ちょっとなかなか起点が作れなかったんですけども、まあ後半ね、そこのカウンターから、ウェルトンの折り返しを見事なトラップからの、早い振りですよね。もうワンチャンスをものにして2試合連続得点と。いうことで、まあ前節に続いて決定的な仕事で、まあ勝利に貢献したかなというふうに思います。チームとしてね、こう山田浩太の怪我は非常に痛いんですけれども、このイサがやっぱ覚醒したことによって、まあ、まさに怪我の巧妙で、チームとしては一つ上の段階に行ったんじゃないかなというふうに思います。はい、ではここからサブメンバーですね見ていきましょう。まず1人目58分からの登場の岸本選手ですね。まあ、遠山に代わって右サイドハーフで出場と、まあ、その後まあ中野投入以降は右サイドバックに移行しましたけれども、まあ一度ね渡辺龍馬を抜いて PK にはならなかったんですけれども、あそこのね
狙ったシーンっていうのはかなり特徴が出たんじゃないかなと。あれはまあレフェリーとか、まあ、VAR によっては PK になったシーンかなというふうに思います。そこまでイニシエイト取られるようなシーンでもなかったかなというふうに思うので、レフェリングによっては普通に PK になってた可能性は全然あるかなというふうに思いますね。あのボールには相手は当たってなくて完全に、足が、接触はしているので、接触自体はしっかりあったかなというふうには思います。はい。あと、ま、ちょっとアディショナルタイムの右サイドバック回ってからのあのハンドのシーンはちょっと危なかったんですけども、あそこはま、逆に PK を見逃してもらったっていうところもあっての VR 介入なかったのかなっていうところでちょっと助かりましたね。ただやっぱ岸本が入るとやっぱフレッシュですし、まあ、気持ちの強い選手っていうので、まあ、チームとしてもかなりこう前向きになれるかなっていうところはありますね。続いて、ディフェンス中野慎也選手ですね。72分から出場。僕は個人的にはですね、今日の試合のマンオブザマッチは中野慎也にあげたいかなというふうに思えるぐらい今日の中野慎也良かったですね。はい。あの、福岡に代わって左サイドハーフとして途中出場しましたけれども、まあ入ってから非常に積極的にこうボールに絡んでいきましたし、まあ相手が嫌がるようなこう縦の動きとか、まあスピード感のある動きっていうのを結構見せてたので、で特に守備のところで積極的にこう前でね、ボールを取っていくっていうシーンも非常に多くて、まああの積極的な守備からボール出しはね、持ち味っていうふうに言ってたので、まあそこの持ち味のボール出しを結構見せてたかなというふうに思います。で、先制ゴールのシーンでは、そのグスタフソンから伊藤敦樹のこのパスっていうのをね、まあかなりスピードを持って狙っていまして、その得意のボール出しから持ち上がってウェルトンに、右サイドに展開してゴールに繋がったというところですね。僕は中野慎也に関しては今日の試合はガンバ加入以降のベストパフォーマンスだったんじゃないかなというふうに思います。もうここに来てこのね、若いこう選手、中野慎也選手、坂本伊佐選手、富山選手というところで、まあこの若い選手が躍動しだしたというのは非常に大きいかなというふうに思いますね。続いて88分から出場の倉田選手ですね。まあ坂本選手に代わってトップ下で出場ということで、まあリードしている場面で、まあ残り5分程度の出場だったんですけども、やっぱり中盤の運動量というところで活性化させてくれたなっていうところで、まあさすがここはね、ベテラン倉田選手というところですね。はい。そしてもう一人88分から、ウェルトンに代わってガンバデビューとなった、山下亮也選手ですね。まあ右サイドでの出場だったんですけども、まあ自慢のこのスプリント力っていうのを活かす場面はほとんどなかったんですけども、まあ、ウェルトンとはまた違うタイプの、このスピードタイプのウィンガーで、今年はね、やっぱガンバはこう、堅守速攻というところがかなりできるあのチームになっているので、今のこの堅守のガンバにとっては、この山下選手というのは使いどころは結構多いんじゃないかな、というふうに思いますね。まあ、気になるのは、こう、なんで長袖だったんだろうなってところですね。結構今日暑かったと思うんですけど、なんで長袖なんですかね。うん、全然半袖で、出てもいいんじゃないかな。なんか、体もちっちゃいんで、すごいダブダブに見えたんですけど、半袖でいいんじゃないですかね。ダメなんかな。山下選手、横浜 FC の時も、半袖の選手のイメージはありましたけど、なんで長袖だったんかなっていうのはちょっと気になるところでしたね。じゃあ、選手は以上で、続いてポヤトスですね。まあ、徳島時代も含めて多分初めて浦和戦勝利じゃないですかね、ポヤトスに関しては。ね、ボールポゼッションがなかなかできない試合の中でも、こうやってね、勝ち点3を奪ったっていうのは昨シーズンから大きな進歩かなというふうに思います。で、特に今日に関しては相手の守備のウィークポイント、左サイドバックっていうところがもう完全に分かってたので、まあ、そこを見極めた選手交代とか、まあ、ウィルトンを右に回したりっていうところの、まあ、ポジションチェンジも含めてですけども、まあ、戦術がしっかりね、まあ、幸だったかなというふうに思います。なんか自分たちのやりたいことをやるっていうよりかは、やっぱり相手をしっかり見極めて、こうね、いかにこう戦を略して勝てるかみたいな戦略みたいなところもしっかり見えたかなと。まあ、戦術だけじゃなくて、まあ、戦略もしっかり駆使して勝ったかなというところですね。で、ゲームプランに関しても、まあ、試合を通じてこう守備から入って、で、後半相手が疲れてきたタイミングとかスペースが空いたところで勝負をかけていくみたいな。まあそういったゲームプランもしっかりね、遂行できたし、成功できたかなというところですね。で、あとはまあ先ほども言ったんですけど、坂本とか遠山とか中野みたいな、こう若手をね、まあ怪我人とかが出ていく中で、この若手をチームにうまくこう融合させたっていう功績も、非常に大きいかなというふうに思いますね。で、まあ今後に関してはこのウェルトンとか宇佐美ですね、ここのやっぱり攻撃の、変化を加えれる選手たち、チャンスクリエイトできる選手たちっていうのを、まあいかにこう休ませていくかっていうところで、まあ、チームマネジメントも非常に重要になってくるかなというふうに思いますね。なのでそういう意味ではこの24日、ミッドウィークの、FC 琉球戦アウェイですけれども、この沖縄のね、メンバー選考っていうのは非常に注目されるポイントかなというふうに思いますね。まあ、誰を連れて行って誰を連れて行かないかみたいなところも、大事になってくるかなというふうに思いますね。まあ特に宇佐美とか、まあいい、僕一森も休ませてもいいかなと思うんですけど、中谷に関してはどうなのかなって感じですけど、
うん、三浦も休ましてもいいかなと思いますね。そうですね。黒川とかもそうですね。なので、まあ、その辺のこう、疲れてる選手は、まあ、ウェルトン、宇佐美はもう確実に休ませてほしいですね。核となる選手たちをしっかり休ませながらね、うまくリーグ戦にこう、持っていくっていうところは大事かなと思いますね。試合全体を通してみると、コーナーキック0本だったし、まあ、浦和の方だとシュルツ、ホイブラーテン、グスタフソンはなかなかね、もう攻略はできてないので、まあ、そういうところも含めて相手のね、もう、ウィークポイントの左サイドっていうところをね、もうついていったっていうところだったんじゃないかなと。あとまあ前のところで言うと、やっぱり浦和に関しては、攻撃はそんなにやっぱ連動しない。個人技頼みっていうところがちょっとまだまだ見えるかなっていうところに思いますし、まあチアゴサンタナに関しても、まあ清水時代の怖さみたいなところは、なかなか見えなかったかなというふうに思いますね。まあとはいえやっぱ浦和のシーンで怖かったのは、後半だとそのグスタフソンのシュートのシーンだったりとか、まあ伊藤敦樹のあのヘディングシュート、あれはもう完全に決定機だったし、まあ渡辺龍馬のミドルシュートもかなり決定的なシーンだったかなというふうに思うんですけども、まあその辺をね、しっかり防いだってところが大きいのかなというふうには思います。はい、ということでね、これで、まあ、明日の試合もまだあるので、ちょっと順位的にはどうなるかわかんないんですけども、今ね、暫定ですけれども、5位ということで、今シーズンね、本当にこういう試合で勝てたっていうのが、まあ前回の、突戦もそうですけれども、まあ、際どい試合をしっかりものにして、勝ち点1ではなくて3ポイントを持って帰ってこれたっていうのは、まあ、この2試合ね、勝ち点6取れたっていうのは非常に大きい試合だったかなというふうに思います。はい。ということでね、今日は本当にね、浦和戦に久しぶりに勝利ということで、私もね、現地ぜひ行きたかったんですけど、ちょっと現地はなかなか行けなくて、まあ、去年ね、現地の、パナスタで浦和に負けた非常に悔しい試合の雪辱をね、できたというところで非常に、いい試合になったかなというふうに思います。はい。ということでね、今日に関しては以上となります。はい。もしね、動画の内容いいなと思ったらぜひいいねボタンとチャンネル登録していただいて、ガンバサボの皆さんぜひね、コメントなんかもいただけるとありがたいです。はい。じゃあ、ありがとうございました。